今日の副菜は切り干し大根の煮物をご紹介します。材料はこちらです。切り干し大根は水につけて戻しておきます。そして干し椎茸です。干し椎茸も水につけて戻しておきましょう。この戻し汁もお出汁として使いますので取っておいてください。そして人参です。人参は細切りにカットしていきます。2ミリ厚さにカットして、また横から2ミリ幅にカットしていきましょう。そして戻しておいた干し椎茸です。干し椎茸も長いものは半分に長さをカットして細切りにしていきます。油揚げです。油揚げは油抜きをした後、同じ長さの細切りにしていきましょう。お鍋に油を熱して、まず硬い人参から炒めていきます。そして切り干し大根も加えて炒めます。さっと油が回ったら、油揚げと ここにお出汁を加えて、沸騰したらお砂糖とみりん、そしてお醤油を加えます。軽く混ぜて落とし蓋をして煮含めていきましょう。器に盛って切り干し大根の煮物の完成です。